関西最強の20万未満都市決定戦、関西勝ち抜き人口10万人都市対決ファイナルです。岸和田市、伊丹市、草津市、和泉市。この動画は以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通り。前回勝ち抜けの西川貴教主催の稲妻ロックフェスの草津、滋賀県草津市と、池上曽根遺跡の大阪府和泉市に加え、岸和田だんじり祭りの大阪府岸和田市と、大阪国際空港の兵庫県伊丹市が登場。最強の20万未満都市を10連戦で決着させます。1試合目。総面積は和泉市が広い。医療福祉売上は和泉市が強い。加重地面積は岸和田市が広い。建築物数は岸和田市です。大型小売店数は和泉市。卸売業従業員数は岸和田市。和泉市と岸和田市が勝利。2試合目。農業講師は草津市。地方税は伊丹市が勝っています。ゴミの少なさは草津市。15歳未満人口比は和泉市。卸売業年間商品販売額は伊丹市の圧勝。小売業売り場面積は草津市が勝っています。草津市が勝利。2位は伊丹市。3試合目。製造業従業者数は草津市。労働実演庁は岸和田が強い。歯科診療所数は伊丹です。工業はデータ不足。教育学習支援業売上は草津。農業講師は草津。草津が快勝、岸和田が2位。第3試合終了時点の順位。1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。まさに4都市合格の展開。人口5万人少ない草津市の戦いぶりに注目ですが、今のところ強さを発揮しています。4試合目。運輸郵便業売上は伊丹市が強い。経常収支率は草津市。農業畜産はデータ不足。出生数は伊丹市。ゴミの少なさは草津。製造業有形固定資産は伊丹。伊丹が解消、2位は草津。5試合目。製造業現金給与総額は伊丹。出生数は伊丹。農業講師は草津。推薦人口比は伊丹。学術研究業売上は草津。新商です。製造業現金給与総額は伊丹。草津と伊丹が揃って勝利。第5試合終了時点の順位。草津が首位を堅持、伊丹が勝ち点1差で追う展開。6試合目。小売業売り場面積は草津。歯科医師数は岸和田。サービス業売上は草津。建築物数は岸和田。財政実質公債比率は草津。昼間人口は伊丹。接戦を制したのは伊丹市。2位は岸和田市。第6試合終了時点の順位。伊丹が首位浮上です。7試合目。製造品出荷額は草津。製造業有形固定資産は伊丹。加重地昼間人口密度は伊丹。農業産出額は草津。労働実演庁は草津じゃなくて岸和田。15歳未満人口比は和泉。草津が勝利、2位は伊丹。第7試合終了時点の順位。伊丹と草津の勝ち点が並んでいます。8試合目。建築工事費は伊丹。情報通信業売上は草津、圧勝です。建設業売上は草津。1万人あたりの交通事故の少なさは和泉。ゴミの少なさは草津。将来負担率はデータなし。草津が勝利、2位は伊丹。第8試合終了時点の順位、草津が再び首位浮上、残り2試合です。9試合目。製造業現金給与総額は伊丹。不動産物品業売上は岸和田、圧勝。建設業売上は草津。農業産出額は草津。生活関連娯楽業売上は草津。宿泊飲食業売上も草津。草津市が圧勝、2位は岸和田。第9試合終了時点の順位、草津が伊丹との勝ち点差を3にして次は最終戦です。最終戦。加重地人口密度は伊丹、圧勝。製造業有形固定資産は伊丹。
建築物数は岸和田、小売業事業所数は岸和田が強い、小売業年間商品販売額は伊丹が勝利、ゴミの少なさは草津、伊丹が快勝、2位は岸和田。全10試合の最終結果が出ました。草津市勝ち点22、伊丹市勝ち点21、岸和田市勝ち点13、泉市勝ち点7。草津市が6回1位でのポイント100超えで優勝、勝ち点わずか1差の4回1位の伊丹は2位、岸和田は1位1回2位4回で3位止まり、泉市は9割が3位以下で勝ち点が伸びませんでした。滋賀県草津市が最強の関西10万大都市に決定しました。関西20万未満都市の頂点は草津市です。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。